の、のんばと俺は、漫画家の水木しげるの自伝的エッセイ。また、このエッセイを原作とした、NHK のテレビドラマ、および漫画、ちくま書房のちくま少年図書館シリーズとして1977年10月25日に、初版が発行された。現在は、ちくま文庫に収められている。楽しみが多くて勉強どころではなかった水木の、 少年時代のこと、ノンノンバーが語って聞かせてくれたお化けや、妖怪の世界のこと、隣町のガキ大将との熾烈な攻防戦のこと、の、ノンバーの死のことなど、主に水木の少年時代の楽しく、また切ない思い出が綴られている。ノンノンバーとは、少年時代の水木しげるの家に、お手伝いに来ていた、影山房という老婆のこと。境港では神仏に仕える人を、 ノンノンさんと呼び、ふさは拝み屋の妻だったため、ノンノンバーと呼ばれた。ノンノンバーは茂る少年に、お化けや妖怪の世界を語って聞かせ、後年の妖怪漫画家、妖怪研究会の祖地を作ったとも言える人物である。ノンノンバーは1933年に、肺結核で死去した。水木茂る記念館前に設置されている、の、ノンバーと俺のブロンズ像。1932年。 鳥取県の境町で暮らす村木茂は小学校4年生。住み込みのお手伝いであるの、ノンバーの語る妖怪や、お化けの世界に魅せられている。学校では居眠りをしたり、空想の世界に浸ったりして、先生や母から怒られてばかりだが、毎日楽しく遊び回っていた。ある日、茂は、ちぐさという少女に出会う。彼女は、肺病のため東京から境港に療養に来ていた。 富士の病を嘆きすねていた、ちぐさだったが、しげる屋の、ノンバーの語る不思議な世界に引き込まれ、いつしか、しげるとちぐさは、仲良くなっていた。夏休みに入ったある日、しげるは兄、弟と一緒に、夜子の町に、ドーナツを買いに行く。ちぐさに食べさせてやろうかと、一瞬迷うしげるだったが、結局自分がドーナツを食べてしまう。後になって、ちぐさの好物がドーナツだと知り、 後悔の思いから彼女に食べさせようとドーナツを買ってきた、しげるだったが、ちぐさは、病が進行して既得に陥っていた。シゲルは、ちぐさを励ますために彼女と約束していた十万億、どの絵を必死になって描き上げるが、時すでに遅く、チグサはシゲルへの感謝の言葉を口にしながら、息を引き取っていた。ちぐさの早すぎる死を悲しむしを、のんのんばーは、しさんの心には、 ちぐささんの魂が入ったのだよ。たくさんの人の魂が心に宿るから、人は優しくなれるのだよと励ますのだった。1934年、小学校6年生になったしげるは、次の楽器大賞候補となる。ライバルのカッパと、住んだら、不幸になると、評判の、たたりものけの家での肝試しで勝負を決めようとするが、二人とも、きっかいな妖怪に襲われ、 たたりものけの家を逃げ出してしまい、勝負なしとなる。結局ガキ大将を決める勝負は腕力での直接対決となるが、勝負の前日に食べたカキが原因で食中毒にかかってしまい、不戦敗となった。シゲルを敵前逃亡とみなした新しいガキ大将、カッパはシゲルに相手なしを宣告する。シゲルは傷ついた心を隠して大好きな絵に打ち込み始める。ある日、 たたりものけの家に、猪熊高虎という粗暴な男が越してくる。彼は、人会の仲介をしていた。シュゲルは、猪熊と一緒に暮らす7歳の孤児、吉川美和と仲良くなる。美和は、自然界の声を聞くことができる不思議な力を持っており、シュゲルは、そんな美和と親しくなっていくが、美和は、神戸の芸者置屋に売られていく運命にあった。一方、町の子供たちは、 カッパの応暴に耐えかね、シゲルに決起するよう懇願する。無駄な戦いはしたくないシゲルはカッパを説得しようと、するが彼は暴力で対抗し、ついに力での勝負となる。卑怯な暴力でシゲルを圧倒するカッパだったが、自分の味方が誰もいないことに気づいて逃走し、シゲルは楽器大将となった。ついにミワが神戸に売られていく日がやってきた。ミワは、 リノク熊の家を抜け出し、シゲルとお化けの世界について語り合った弓ヶ浜に来ていた。ミワを探しに来たしげるとのんノンバーは、沖合に無数の光の玉が浮かび、ミワがその光と語り合っている姿を見る。光の玉は、ミワの亡くなった母の魂で、みんなに迷惑をかけないために、神戸に行くようミワを悟した。ミワは、しげるとのんノンバーに感謝しながら、 境港を去っていくのだった。その後、美和がいた間はおとなしくしていたたたり者をけが、暴れ出したのか、猪熊一家は相次いで、大けがをして、家を引き払った。楽器大将となった茂は、平和主義で行くことを仲間に宣言し、軍事教練も相手なしもやめにすること、かっぱとも自由に遊んでよいことを告げる。そして、いつか画家になる日を夢見て、絵の勉強に打ち込むのだった。 東映から DVD2 点が2011年1月21日に発売。ありがとうございます。